まずはじめに5年間に及んでこの施設を使わせてもらいますもらいました各臨時の重戸住職よりご挨拶をいただきます。お願いいたします。皆さん、まあ、こんばんはではないですね、まだこんにちはですが、もう少し暗くなりますと三重の塔が青い光でライトアップされます。今回でもう5年目、5回目ということなんですが、日本の社会も世界も、序列分断、戦争、いろんなことがあります。私たちの生活も非常にストレスを感じることが多い、そんな中にあって優しい青い光に包まれ、そしてこの集いは非常に温かな催しがたくさん行われます。どうか優しい気持ちを持っていただいて、周りに、優しい気持ちを振り向けられるような、時間と心をここから、お帰りのときには持って帰っていただきたいと思います。私が申し上げますのは平和で穏やかな世界が実現します。仏様はたくさんいらっしゃるこの空間で、柔らかな催しが繰り広げられることを願ってやみます。簡単ではございますが一言お話しさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。自閉症という自閉症ステップトラップと言いますけどについて、お伝えします。原因はまだ不明で先天的な脳の機能障害というふうに言われています。自閉症といっても様々な個性とをお持ちです。例えば、ビル・ゲイツ、そしてエジソン、アインシュタイン、そういう方も自閉症というふうに言われております。で、それだけではなくて、やはり言語が発せられない、ものに対するこだわりが強い、そういった特徴を持っている方を自閉症スペクトラム症と言います。私が知っている方は、やはり水道を見るとそれをひねりたくなる、自動販売機を見ると買いたくなる、そういったこだわりが非常に強い方が友人としております。もう一人の方は生年月日を覚えるのが得意、こだわりで、私は西川さん、10月29日ですね、奥さんはみゆきさんと言いますね、7月14日ですね、そういう格好で生年月日をもう覚えておられます。それがある時中学生の女の子にそれを聞いたもんですから、そこから通報があり、警察に行き場に引っ張られました。で、私が彼を迎えに行ったことがあります。その時思ったことは、自閉症とかいった障害について認知があればそういうことはなかったかなということを実感いたしました。特に警察に関してそういう思いが強いです。2007年に健太君という23歳ぐらいの男性が5人の警察に言いながら帰ったそうです。それを誰か間違えておかしいやつがおるという格好で警察が5人が彼の襲いかかって彼は亡くなりました。裁判は始まりましたけども、裁判で、保護しただけやいうような名目でもって、警察関係者は無罪となりました。ここで思うことは、本当に自閉症とか知的障害という障害についていろんな方が理解がもっとあればそういったことは起こらないかなというふうにが実感します。ちょっと長いですけども、さて今大変便利な福祉、の範囲がありますけども、中学校から特別支援学校に行く、高等部に行く、それもバスで迎えがある、送り迎えがある、で中学校で授業が終われば放課後デイサービスが迎えに来ます。そして作業所に行ってまた家や放課後デイに行って
家に帰れます。土曜日も放課後デーがあります。言いたいのはほとんど世間と接する機会がある面では便利なようでないというふうに実感しております。もっともっと町へ出る、そういった風潮が世界の理解があればもっと全ての方が住みよいかなと思ってます。今日はそういう意味で自閉症という障害を、理解してほしいという意味でもって5年前から始まりました。今回はなんと8組の人が、ダンスなり、歌を歌えます。そして CD になれば30の塔がブルーに輝きます。どうか、最後まで、ご観覧ください。よろしくお願いいたします。終わります。すみませんでした。ヤッター太鼓です。それでは最初にヤッター太鼓叩きます。いきます。元気よく叩くよ。こてやい、それと
コマンホールなんにらあかエマカアルヤマンのほうかんのらおえらおえらけいかんにいかんにはらねよかまんりひかくらほこるびるりかくらほおうきゅうけろへいやらおえらおえらします。毎日の仕事のスケジュールの中で急な予定の変更を言われるのが苦手です。血液検査や心電図などの検査が苦手です。注射が苦手な人もたくさんいます。赤ちゃんや子供が苦手、鉄道が好きでいつもの車両が決まっています。お笑いが好きで吉本が大好きです。野球が大好きで友達や家族と甲子園や大阪ドームに見に行きます。喉拭きを一日で全ての部屋をするんじゃなくて日課に分けてやると仕事しやすくなるよと教えてもらって早くできるようになりました。仕事に行くとき毎日乗るバスの運転手さんがおはよう、お疲れ様と声をかけてくれるのが嬉しいです。皆さんありがとうございました。僕たちはこれからもツイキンの中で頑張っていきます。よろしくお願いします。駅前にありますベリーダンスのスタジオ、スタジオベリーローズというところから来ております。今回12名で皆さんの前でダンスを披露できたらなと思っております。皆さんよかったら盛り上がっていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。Thank you.
وضيع في خيالي وحتى في ضياعي قلتك رايحني قصر
たちは清華中学校国際交流部です。韓国伝統打楽器を通して地域のイベントなどに出演し、たくさんの人たちと交流しています。ステージの方へご準備お願いいたします。
ピーナッピーナッパ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 ッピーナッ
Thank you.